動画をご覧くださり、誠にありがとうございます。ナレーターを務めさせていただく、柚木ゆかりです。よろしくお願いします。同じく、ナレーター兼、最近湯豆腐にハマっている、つくよみあいです。よろしくね。久しぶりに、モンストルムをやっていきたいと思います。どうやら、モンストルム2が、今年の秋に早期アクセスでプレイできるということで、その宣伝を兼ねて話していきたいと思います。公式サイトは概要欄に書きますので、興味ある方はぜひアクセスしてください。お値段は 12.99 ドル、6月24日現在、日本円で1431円でした。おそらく、完成品ではもう少し高くなると思いますが、2では4対1の PVP、非対称マッチになりますので、様子を見てもいいかもしれません。公式が配信しても大丈夫となれば、早期アクセスで動画が上がると思いますので、そこで購入するか判断するのもありですね。今から待ち遠しいね。4対1でなら、一番有名なのはデッドバイデイライトかな。キラーでのマッチングが全然できなくて放置しちゃってるんだけど、モンストルム2ではどうなるかな。非対称ゲームはバランスが難しいですからね。DBD でも言われてますが、ボイスチャットの使用についてとか、マッチングとか、ランクの査定とか、いろいろありますから。まあ、人数が集まらなければ元も子もないので、個人的には流行ってほしいです。公式サイトの情報によると、囚人、つまり、生存者は、アイテムを探し、時には隠れて、脱出することになるみたいです。現段階で、脱出方法は不明かな。そして、モンスターは、様々なモンスターを選択できるみたいで、スマッシュ、クライム、トラップ、テレポートなどがありますので、あの3体が、基本でそれプラスアルファな感じでしょうか。あと、マップがランダム形成されるみたいで、アイテム配置も障害物もレイアウトも、毎回変化するみたいです。補足だけど、どうやら最大4対1で、プレイヤーの数によって目標が変わるとのことなので、1対1でもゲームできる可能性があるみたい。文字通り見つかったら終わりだけど、スリルがあって私は好きかな。AI じゃなくて、プレイヤーだから、なおさらいいよね。1対1だと、どの非対称ゲームでも、キラー側が、ほぼ 100% 勝つと思いますが、その辺のバランスがどうなるかですね。秋が楽しみです。椅子で空を飛べたりできるかな。モンスターをコンテナに閉じ込めたり、空中浮遊できたり、モンスターの上に乗ったり、ボートの上に乗ったり、ヘリの上に乗ったり、船尾や船首の上に乗ったりできるかな。さすがにそれらはできないと思いますが、バグは発見したいですね。致命的なバグは報告したいと思います。面白いバグは個人的には残しておきたいですが、報告はするかな。モンストルム2の製品版は、おそらく来年になりますね。モンストルム1は、PC の他に、Nintendo Switch、PlayStation 4、Xbox One で発売されてますので、ぜひ遊んでみてください。PC 版のお値段は1780円です。あと、個人的なことで恐縮ですが、モンストルムで、どうやら公式モッドでモンスター3体同時湧きするのがあるそうで、探したのですが見つからず、どこにあるか、ご存知の方は教えてください。すいませんが、よろしくお願いします。3体のモンスターで遊んでみたいので、よろしくお願いします。それと、モンストルム1へ、日本語の実績ガイドが、コミュニティのガイドにあるので、実績の手助けになるよ。日本語の解説もあるから読んでみると、モンストルムの理解が得られるね。モンストルムは、すべてのアイテムを楽に集められることができるようになってしまったので、正直やることがないんですよね。いろいろとやり尽くした感じがしますので、3体モッドができたら、その時は、また動画を上げたいと思いますので、その時もご覧くださると嬉しいです。話したいことはもうないですかね。この後は、ちょっとしたおまけの動画になりますので、興味ある方は、最後までご覧くださると嬉しいです。
船の中央下にあるコンテナの場所ですね。よくあるすり抜けバグになります。この中にいれば、モンスターは攻撃できないみたいなので、いくらでも観察できますね。椅子があれば、手すりから船内に戻れますが、なければ積みますのでご注意ください。プロパティで公式ホームページに飛べます。そして、ベータのページでパブリックベータ版を選択すると、DL アート、バージョンが 1.21 に戻ります。こうすると椅子で空中浮遊できるようになりますので、いろいろとできることが広がります。PC 版を持っている方は試してみると面白いと思います。さて、いかがでしたでしょうか。モンストルム2が人気になることを祈りつつ、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。見てくれてありがとう。またね。